どうタピコです。クナですけれども、またみんなに最近中国のエンタメニュースをまとめて紹介していきたいと思います。もちろん最新のドラマ情報とか、俳優さんたちの最新の情報や、えー、ゴシップとか、プラス一人の未成年のアイドルの子がですね、学校でいじめにあった事件っていう疑惑があるんですね。このことについても紹介していきたいし、プラス最後はもう一個の ジジネタ前回の中国芸能ニュースまとめ動画の時も最後一個の時事ネタあるんですね。今回もそれと同じように結構国内で大騒ぎになっている時事ネタを紹介していきたいと思います。もちろんね、まずエンタメの方からいきましょうね。まずドラマ関連のニュースですね。一つ目、道罗大路之燃魂战っていうドラマ。11月25日。 放送し,だしたんです、ね、主演は、すね主イランとジとン・雨シ、この2人ですね。美女、めちゃくちゃいいですね。そして、他の出演者は、コン・シュアっていう女優さんもいるんですね。彼女、昔はアイドルグループのメンバーだったんですね。彼女の顔、私、めちゃくちゃ好きなんですよね。超綺麗だと思います。そして、もう1人の出演者は、陳ェ池っていう俳優さん。 今からチェンムーチに関してのいろいろのスキャンダルを紹介していきたいと思いますえー、この人はですね昔私フォンシェンっていう映画の紹介動画出してたことあるんですけれども多分この動画の中でもチェンムーチのこと紹介したことあると思うんですね今から彼に関して もっともっとね、いろんな情報を紹介しますね。まず彼はですね、フォンシ t ンっていう映画に出演してて、大ブレイクしたんですね。で、大ブレイクしてて、そこからはね、徐々に、徐々にっていうか、まあ、彼のスキャンダルが <laughs> 出てしまったんですね。今からメインはね、彼のスキャンダルをみんなに紹介します。はい。スキャンダル大好き人間です。彼のスキャンダル、主にはね、元、超、 親しい親友との間の揉め事ですね。恩知らずっていうか、遠い昔彼まだブレイクしてなかった時、下積み時代の時はですね、陳夢虫とこの、まあ一応友人 A って言いましょうか。陳夢虫とこの友人 A は北京で一緒に、まあ、同棲したんですね。その時、賃貸、部屋の部屋代とか、 普段の生活の費用とか、ほぼ全部友人映画払ったんですよね。で、チェンモチはこういうドラマ。 とか映画のこういうオーディションに参加するとき、友人 A も絶対彼に付き添って一緒に現場にいたりとかしてたんですね。そして祝日のときとか記念日のときに、えー、この友人 A はちゃんと陳夢池に送金したんですね。その送金の額がですね、普通なんか1314とかみたいな数字だったんですね。 この E3E4 っていう数字はですね、中国ではね、一生一世っていうことを意味するんですね。はい。みんなね、この E3E4 を聞いてて、何か想像できますかはい。これね、ただね、噂ですね。記述かどうかわかんないですけれども、チェンはね、このワンチャン、この友人 A、 は男性ですねはい2、えー、人は一緒に同棲してて友人 A は陳ェンの昔の生活代費用とかこう部屋代とか全部払ってあげてたんですね、えー、彼の生活面においてのいろんなお手伝いしたんですねそこでやっと陳ェンはフォンシェンっていう映画でブレイクしたんですねで まさかですね、フォンシャンっていう映画撮影の時、彼はですね、その撮影現場でとある女性と結婚したんですよ。で、最後、離婚もしたんですね。で、で離婚もしてて、そんで、このフォンシャンっていう映画上映してて、彼は、こう、もう一人の金持ちの女性と付き合ってて、もうすぐ、まあ、結婚するまでになってて、この間、 ずっと友人 A からお金もらったんですよ。で、彼はこの女性ともうすぐ結婚するかもっていうニュースが世間に出て、やっとこの友人 A は、えどういうことってことは今までずっと二股してた。この友人 A はですね、彼が罰印ってことも知らんかったみたいですね。でずっとね、もう次の女性ともうすぐ結婚 こうするって時になってやっと彼は気づこの友人 A はやっと気づいてた <laughs> みたいな感じですね <laughs> あ。あまあごめん悲しいことですねごめんごめん。 割れちゃダメですね。これは噂ですねまあ全部この UGA がライブ配信の時に言ったことなんですけれどもえそこでね、<laughs> チャムーチはね、ブレイクしたばっかりでこんなスキャンダル出てきて人聞き悪いことばっかりですね。で、一旦はね こう、表舞台から消えたっていうか、多分身を潜めたと思いますね。そして、今回、まあ、ドラマと、東羅大陆之蘭魂戦に彼も出演してて、今、まあ、このドラマ放送するようになってますね。まあ、彼がやったこと、まあ、噂程度なんですけれども、これに関して、別に多分違法ではないんですね。ただ、モラル的 <laughs>、なんか問題があるっていう感じですね。まあ、でも中国っていう国、時にはね、 モラル的、なんかダメな人もね、もう一生 <laughs>、なんか芸能界から干されるっていう例もあると思いますね。でも彼の場合、結構ひどいことやったんですね。でもまだ、まあ芸能界で活動してるんですね。それはなぜかというと、実はね、彼、ブレイクのきっかけは、フォンションっていう映画ですね。フォンションっていう映画、実はね、シリーズもので全部で3作あるんですよ。今、フォンション1。 だけが上映してて、2と3まだ上映してないんですね。で、この映画めちゃくちゃお金使ったんですね。投資したんですね。もし彼のせいで2と3上映できないやったら、もうやばいことなんですよ。後ろの大人っていうか、こういっぱいお金投資した人たちにとって、彼がね、芸能界いなくなったっていうことは絶対させないんですよ。で、多分ね、後ろのこういう金持ちの人たちが彼を まあ、芸能界にいさせたかな。何かしらの、まあ、対処法を使ったと思いますね。これは私の推測ですね。実はね、フォーシェンっていう映画、その時結構、まあ何人かの、まあイケメン男性がブレイクしたんですね。チェンムーチもその一人やし、まあすぐスキャンダルで、まあ身を潜めたんですけれども、もう一人は、ユシュですね。ユシュ、実は彼も結構スキャンダル多いんですよ。結構。 でもね、ユーもフォンシェン2と3に出演してて、もしユーがね、芸能界から干されたら、フォンシェン2と3はどうなるか分かんないですね。だから、この2人、まあ、いっぱいやらかしてたんですけれども、絶対、まあ、芸能界で活動させないと。で、まあ、バックの人たち、お金を出してる人たちは <laughs>、もう必死にこうしてるんですね。 噂程度です次2つ目のドラマ関連のニュースに参りましょうえ新しいドラマ「陷入おめん热恋」っていうドラマ主演は王安宇と劉浩存ですねこのドラマでに撮影終わってるんですけれどもまだ放送してないんですねこれは学園のラブストーリーですねセンター試験 終わってヒロインと男の主人公が出会ってで二人の仲が良くなっててでもいきなり男の主人公がね海外に留学しに行かないといけなくなってて二人はまあ、別れちゃったみたいな感じになっててでもその後男が海外行くことをやめててこのヒロインがいる大学に行ったんですねそこでまあこの二人のラブストーリーまた展開しちゃったんですね このドラマは多分来年放送しますね。陷入我们的热恋っていうドラマ。続いて3つ目のニュースに参りましょう。またドラマですね。これは、白露と王新月、この二人が主演のドラマ。唐公奇案っていうドラマですね。白露と王新月、この二人、えー、同じ事務所なんですね。王新月は白露のまあ後輩ですね。 そして今回はね、なんとなんとこの2人の第4回目の共演となっております。第1回目は、ゆ楼春うっていうドラマですね。でもその時、バイルはヒロインだったんで、でもワンシンユエはそんなになんか大きな重要な役ではなかったんですね。で、2回目は、周ョ如故その時、ワンシンユエは2番手だったんですね。 で3回目の共演は「ニンアン・ルモン」というドラマですね。ニンアン・ルモンの時もワン・シン・は2番手だったんですね。そしてやっと今回「タン・奇案ってというドラマでちゃんとバイルと、まあ、恋人になってる。ちゃんと2人はヒロインと主人公になってますね。まあ、このタイトルから見たらもうね、少しはわかるんですね。タン・奇案 このドラマの舞台は唐の時代で案は案件とかそういう探偵物語ですねこの二人全部演技もあるし人気もあるんですねでもまだクランクインしてないんですね 続いて第4つ目のニュースに参りましょう。これもまたドラマのニュースですね。今回は杏子と李仙の新しいドラマ。国色ファン・っていうドラマですね。多分、えー、来年放送するかもしれないんですね。もうすでにクランクアップしたんですよ。今年の7月の25日にクランクアップしたんですね。杏子と李仙以外、ウェイ・ジミンも出演しました。ウェイ・ジェミンもイケメンですね。 このドラマもね、舞台は唐の時代だったんですよ。で、今回、ヤンズはね、ボタン、その超綺麗な花、ボタンを栽培する、こういう職業の人を演じてたんですね。えー、今回はね、ヤンズとリシエン多分2度目の共演ですね。最初は、親愛的、熱愛的」といっていうドラマだったんですね。親愛的、熱愛的といっていうドラマ放送してて、リシェンはそんなに まあ少しだけ有名な俳優さんからいきなりもう全国で大ブレイクしたんですね。チンアイでルアイだっていうドラマで。私もね、チンアイいでアイいだっていうドラマ好きなんですね。まあ今回は二人の多分私の記憶が間違っていなければ二度目の共演になりますね。そのチンアイでルアイだは現代の物語ですね。今回はちゃんと時代劇ですね。 さっき言いましたね、ヤンズが演じてる役の職業は、ボタンの花を育つっていう職業ですね。で、今回、私、その、プロモーションの動画も見たんですね、このドラマの。で、見てた内容によると、まあ、今回、このドラマ、制作チーム、めちゃくちゃこだわったっていうか、めちゃくちゃ力を注いだんですね。多くの、その、セッティングは、その場で立てて、 そして、唐の時代をうまく、えー、画面で映せるように、たくさんの唐の時代に詳しい専門家のところにも行きましたし、で、ボタンの専門家のところにも行きましたね。で、ボタンの栽培とか、ボタンの文化とか、そして、唐の時代のみんなの風習とか、唐の人たちの暮らしとか、唐の <laughs>、その時代の建物の様子、 っていうか、デザインとかね、いろいろ勉強してたんですね。このドラマをより良くするために。ちなみに、リシェンっていたらね、先週、私の友達、ちょっと、ウーナーションに旅行に行ったんですね。で、まさか、彼女がですね、リシェンと出会ったんですよマジで、これほんま。で、でもね、その時、まあ、今からちょっとね、<laughs> 雑談ですね。ごめん。その時、彼女とリシェンは、 こう一つの裏路地。この、ただ彼女と李繊だけだったんですよ。二人だけの裏路地だったんですね。でも彼女は写真撮ることに専念したんですね。ただ、ちらっと路地にいたもう一人を見ただけですね。で、見た感じ、あ、背が高くて、でぜ、清潔感のある人。なんか、衣装とか服も、なんか、いいものを使ってる。と、 髪の毛めちゃくちゃ黄色いっていう印象だけだったんですね。その後、まあ、彼女ちらっと見てて、で、写真撮ることに <laughs> 専念したんですよ。で、午後、SNS 見てたら、 その人が李ンだったんですよ。李ンもたまたまそこに旅行に行ったんですね。で、その時私の友達は写真撮ることに専念してて、李ンだってこと気づいてなかったんですね。いや、まあでもね、彼女が言うには、その時二人だけが路地にいた時間があった。 だいやもし私だったらもう悔しくて悔しくてうう死にそうかもしれない多分私と彼女が同じような状況だったら私もその人がリ李ンだってことを気づかなかったかもしれないんですねあでもね彼女は生のリ李ンと出会ったことあるんですよ超羨ましい 続いて5つ目のニュースに参りましょう。これは、チ露ウ・関連のニュースですね。11月24日に、チ露ウ・ス ずんりが一緒にライブを見てるところを撮られたんですね。ずン・りは新藩散乱でジョウルースのお母さんの役を演じてた女優さんですね。二人プライベートの仲もめちゃくちゃいいんですね。この二人はなんかよく一緒に遊んでたりとかしてるみたいですね。そしてその翌日11月25日にずン・りは ガウルースの撮影現場に、えー、見舞いに行ったんですね。ガウルース最近は新しいドラマ、恋人っていうドラマの撮影をやってるんですね。で、男の主人公はポン・グワン・インっていう俳優さんですね。まあ中国でも、えー、結構有名な人気な俳優さんですね。背めっちゃ高いんですね。ポン・グワン・インっていう俳優さん。今撮影中で現代のドラマですね。まあこの二人の こう8年にわたるラブストーリーっていうドラマですね。え次のニュースに参りましょう。次はね、小巷人家っていうドラマに関連するニュースですね。小巷人家っていうドラマは、まあ、最近放送してる口コミめちゃくちゃいいドラマですね。この中には、周ョーっていう女優さんいるんですね。実はこの女優さん昔韓国で そのアイドルとしてデビューしたことあるし、で、その後、中国に戻ってきて、まあ、いろんな芸能活動をやってったことあるんですけれども、なんか結構の間、ずっと彼女の名前聞いてなかったんですね。で、今回、この、小巷人家に出演してて、みんな全部ね、え、ジョーすごいね。演技いいんですね。演技力高いんですね。いや、他の、 こう、アイドルから俳優に転身する人たち、みんなね、ジョージ・エイチョンを学ぶべきなんだよ。こう、ちゃんとね、ジョージ・エイチョンはこう演技学べるところに行って、自分の演技を高めるためにいろんな稽古をしたんですね。他のアイドルもジョージ・エイチョンに学べよって言ってる人めちゃくちゃ多いんですね。彼女が影で自分の演技力を高めていることにたくさんの人はね、褒めてました。 そしてもう一人、ファン・チェン・チェンっていう俳優さんも今回、シャオシャっていうドラマに出演してるんですけれども、このファン・チェン・チェンはファン・ビン・ビンの弟さんですね。でもね、彼に関してのコメント評価はですね、今回低いんですよ。ファン・チェン・チェンの演技下手くそなって言ってる人めちゃくちゃ多いんですね。で、このコメントね、もちろんファン・チェン・チェンも目にしたんですね。で、彼の答えは、いや、これもいいことですね。 で改めて自分がまあ足りてないところを見直せる機会にもなってるし皆の意見を聞いてそれを直したらいいってことですって彼は言ったんですねこの「小巷人家っていうドラマ私見てなかったんでだから中のファン・ちゃんちゃんの演技はどうなったかどうかわかんないですけれどもみんな見ましたのでしょうかねファン・ちゃんちゃんの演技どうでしたかどう思いますか、えー、そして小巷人家の中に官童「棺小豚」 っていう女優さんも出演したんですね。で、この中では、ワン・シャオ・トンとワン・アン・ユーはカップルですね。ドラマの中ですね。もちろん、ワン・シャオ・トンっていう女優さん、実はね、彼氏いるんですよ。でも今回やっぱりドラマの中、二人はめちゃくちゃお似合いだったんで、一部の人が、いや、いっそのことを、ワン・シャオ・トンと今の彼氏別れてて、ワン・アン・ユーと <laughs> 付き合ってもいいんじゃないかなっていう声もあったんですね。もちろん冗談で言ってるんですね。で、 ご演者との彼氏さん、多分中国の芸能界に詳しい人は知ってると思うんですけれども、彼女の彼氏はですね、ルーハンっていう人なんですよ。まあ、ツ天テの主演ですね。ルーハン、昔はですね、中国の芸能界の中での人気は絶対 体的の王者だったんですねもうマジで誰もが認めてるナンバーワンその人気がナンバーワンだったんですよ一番昔ルーハンは韓国の男子グループで活動してたんですねで中国に戻ってきてその人気マジでエグかったんですよでも彼がねとあることをやって <laughs> その人気超 <laughs> ダしたんですねそのことがですね 自分が今、ご愛者をとんと付き合ってるっていうニュースを発表したんですよ。で、発表してて、たくさんのルーハンのファンがね、ファン辞めてたんですよ。超怒ったんですね。その時、まあ、もう一夜で頂点だった彼の人気が <laughs>、すごくダウンしちゃったんですね。 もちろんね、彼も覚悟を持って自分の彼女は感謝をとんですっていうことを発表したんですね。で、一部の人のコメントがですね、鹿晗官宣調度粉、養活了半個娛樂圈。はい、これはですね、 本当にその時ルーハンは頂点だったんですね。で、たくさんのファンやめてて、ファンやめたら、まあ、推しなくなっちゃうんですね。で、他の人を自分の推しにするんですね。で、他の人のファン、その時めちゃくちゃ増えてたんですね。で、まあ、一個の頂点だった人が落ちてて、他の芸能人もちろんね、上に行きたいんですね。で、実はね、 ルハン、昔、頂点だった人間が、まあ、いきなりダウンしてて、でも彼もね、そこまで、なんか、また、もう一度頑張ろうとか、そういうの、多分ないんですね。ま、あ別に、こう、今の状態でもいいって思ってて、彼はですね、実は、イエスジ、超すごいんですよ。どんくらいすごいって言ったら、超,超、超,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 超、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  とてもとてもとてもすごいんですよ。一般のそこら辺の金持ちとは大きな差がありますね。金持ちではないんですよ。なんかね。他のゴシップを言ってるチャンネル見てて、ルーハンのこのイエス字はですね。芸能界の中でもトップなんですよ。いろんな芸能人ある中で、彼のイエス字はトップ。 まあ具体的どんぐらいすごいがわ私のような底辺は分かんないですね。彼はね昔すでに一度頂点にいるそういう感覚味わったんで別にもう一度頂点に戻りたいいとか思ってないんですねしかもね近年彼はねあんまり自己管理してないんですね普段全然メイクしない時もあるしで今回ねその「ワンシャオトーンとワンアユがドラマに出演しててまあ 一部の人がですね、この二人はお似合いって言ってて、もしかしたらみんなのこのコメントを聞いてて、最近ね、ルーハンがこう、フェスに、音楽のフェスに参加したんですね。まあこのフェスはですね、実はルーハン、 がいる事務所。まあ、ルーハン主催のフェスなんですけれども、タイミングもちょうどいいんですね。えー、ワンシとワ安アお似合いっていう、<laughs> みんなのコメント出てきてる時ルーハンがフェスに参加してて、今回、ルーハンめっちゃオシャレしたんですね。その化粧してて、そんで彼がね、もう少しだけ自分を手入れしただけで、もうみんなの心を掴んだのね。全員直ちに、 寝かえたんですよ私もね、今回、ルハンのフェスでのパフォーマンス見てて。<laughs> やっぱかっこいい。超かっこいい。超かっこいいですよ。その顔、マジですごいな。<laughs> なんでこんなに綺麗なんだよ。ルハンの顔、マジで綺麗です。はい。こんな感じなんですね。で、他の人のコメントがですね。 关彤こういうコメントもあったんですね。今回、ルハのフェスでのパフォーマンス見ていて、ルハン一刀寝内う天亮了っというコメントもあるんですねで。私も思いましたよ。ほんまに。彼はね、ただメイクしてて、もうみんな全員、いやルハン素晴らしいルハ超かっこいいってなったんですね。 やっぱり顔ですね。顔。中国では顔が全てなんですよ。まあもちろん実力も大事やねんけど、顔なんですよ。顔。全ては顔。はい。じゃあ続いて7つ目のニュースに参りましょう。天宇氏のニュースですね。天宇氏、最近免許もらいました。これはですね、なんかこう別にドライブとかがしたいわけではないんですね。彼が言うには、ドラマ撮影してるとき、 あるじゃないですすすかこうドライブるるシーンあるんですねでねもえ自分ドライブできないんですね。だから普段ドライブしてる時どういう状態がどんなことをやるか全然分かんなくてである日自分がドライブのシーン撮っててでずっと何をやったら分かんなかったんですね。だからこうハンドルをこうずっとねこう動かしたんですねって監督に言われたの。 ずっとハンドル動かさないでよって言われててで彼はね決意したんですねこれはね仕事にも支障出てるんでえじゃあ免許取ろうってことになって免許最近取りましたね次のニュース中国では「時代いフォンジュイン」っていう事務所あるんですねちょっとだけジャニーズとか AKB みたいな会社ですねアイドルを養成する事務所なんですねで最近 ウェイズっていう4期生、4期メンバーがですね、学校でもしかしたらいじめにあったのかなっていうことが出てきて、このウェイズちゃは2011年生まれですよ、中家の人ですね。最近ネットではね、このような動画あったんですね。こう、一人の同級生かなは手でウェイズの頭をしっかりとね、ベンチに 押さえつけてでその時ウェイズちゃんはその場で刻まずき頭をずっとベンチにこう押し付けたままだったんですよ。この動画はねネットに上げられててその時みんなびっくりしてて「えいやこれいじめでしょ?」って結構騒ぎになったんですね。他にもねたくさんの画像があってその画像の中にはウェイズちんを ののしたりとかした文字が書かれてあったんですね。普通みんなこれ見てて絶対彼は学校でいじめにあったって思っちゃうんですね。でも、こう昨日25日彼のお母さんネットに発信したんですね。いや、これはね、ただ同級生クラスメートの間のじゃれ合いなんですよ。普段 みんな仲めちゃくちゃいいんですよ。で学校も私たち調査したところいじめなどは全然なかったんですよ。ただまあこ子どもたちの間のこうじゃれ合い、まあ、冗談ジョークとか言ったんですね。そしてウェイズ社のお母さんもね言ったんですね未成年を守るために事実無根のことはね言いふらさないでっていう内容も書いてあったんですね。 お母さんも学校もそういうのであれば多分いじめではないんですね多分まあでもその映像と彼を罵した死ねとかも書いてあったんですね,ウェイズシン死ねとかのこういう文字も書かれてあったんですけれども多分それはいじめではないんですね、まあ、未成年だから多分いろいろあると思いますねでもみんなどう思いますか 多分ね、周りの人は彼をこう、妬むとか、そういう気持ちは絶対あると思いますね。自分と同い年で同じ学校に通ってて、そいつはアイドルの卵になってて、多分将来は芸能人になれるとかっていう妬みはあるかもしれないんですが、あるいはね、未成年で自分の実家超すごい実家で、こんなことをやってても最後学校とか、 そのウェイズ社のお母さんはこれはいじめではないただの、えー、同級生の間のじゃれ合いにさせてたっていう実力を持ってるご家計かもしれないんですね <laughs> だからまあちょっとこいつ気に食わないって思っててちょっとじゃれ合いをやっちゃったかもしれないんですねわかんないですまあ私が言いたいのは学校もお母さんも言ったんですねこれはいじめではないです調査した後結論はいじめではないんですってことはいじめではないんですね はい。最近のエンタメニュースは以上になります。最後はね、時事ネタになります。中国ではね、こんなインフルエンサーがいるんですね。名前はヤン・マオユエっていう男性ですね。最近彼はね、とある動画をネットに上げてて、大炎上しました。それで彼はね、その動画を削除してて、こう、誤りの動画も出してて、え23日ね、誤りの動画を出してて、で、 り当日彼の動員 TikTok でのファンは877.2万だったんですね。で、私今日11月26日に午後の2時ぐらいに彼のアカウントを見てて今彼のフォロワー数は777.3万になってましたね。3日間で100万のフォロワー数も減りました。これはなぜでしょうか今から詳しく説明しますね。 まずね、中国の今の背景、少しだけ少しだけ言いますね。中国はね、今、国内の経済、多分ね、そんなにいいではないかもしれない。で、最近ね、まあ、たくさんの人が会社に <laughs> リストラされてる、たくさんの新卒の人が就職できないみたいです。 もともとたくさんの人が卒業してて、就職できなくて仕事見つかんなくて、もうイライラしててストレス溜まってんのね。で、このヤンマを言えっていう人、最近このような動画あげました。その動画の中で彼はめちゃくちゃ皮肉な感じで言ってたんですね。え、噂によると最近なんかたくさんの大卒の人を、えなんか名門大学の卒業の人を、 名門大学の院生とか、博士号を取ってる人を卒業してたら、なかなか仕事見つかんないって聞いてるんですけれども、それ本当就職すること、仕事探すことってこんなに難しいなのっていうめちゃくちゃ皮肉な感じで。 動画を出してたんですね。で、あと彼はね、いや最近私 TikTok 見てて、10個中8個や7個が全部、最近就職できなくて、仕事見つかんなくてて動画ばっかり出てきたんですね。それ本当 <laughs> みたいな動画出してたんですね。で、たくさんの人の反感を買っちゃったんですね。<laughs> それはですね、インフルエンサーっていう人たち、結構たくさんもらってるんですね。で、彼ね、 彼の案件の見積もり、今、みんなに紹介しますね。なんとなんと。え、ま、インフルエンサーたち、案件もらえるんですね。で、動画の中で、とある商品を紹介するみたいな、そういうのをよくやってるんですね。彼の案件の見積もりがですね、なんとなんと、こう、20秒、秒以下の動画やったら、1本の動画の見積もりがですね、32万人民元。 日本円はこんくらいですね678万円になっちゃうんですよ20秒以内の動画1本でこんくらいもらえるんですよもしねその20秒以上の動画やったら <laughs> その見積もりねの値段がですね35人民元日本円やったら、えー、742万円なんですよ1本の動画こんくらいもらえます この人 <laughs> まあもちろんね彼のそのフォロワー数さっきも言いましたね誤りの動画出してた時ほぼもうすぐ900万フォロワー数も抱えてたんですねもう超人気なインフルエンサーですよだから彼のまあ案件の値段はこん相場はこんな感じだったんですねで噂によると彼がねこの皮肉な動画を出してた当日の夜こう一晩で40万のフォロワー数減りましたね で、3日間で100万も <laughs> 減りました。本当にもともとみんな卒業してて、仕事見つかんなくてイライラしてて、彼がね、もう本当にピンポインでそこに <laughs> 首を突っ込んできたんですね。で、一部の人のコメントがですね、いや、この人言ってるのは全部事実じゃない <laughs> っていうコメントもあったんですね。これに関して、まあ、私は何も言えないんですけれども、でもね、 怒りを感じてる人たちの考えね、今からみんなにちょっと紹介しますね。えー、他のそういう怒りを言ってる人たちね、そいつは、こう、時代の長年に乗って利益を得た人ですね。そんで、今、みんなに皮肉を言ってる。えー、これね、今、たくさんの人が言ってるんですね。昔だったら簡単に成功できるんですね。その時、いっぱいチャンスがあったんですよ。たとえそんなに才能がなくても、 一番やってた人たち、その時、世の中いっぱいチャンスがあったんですね。簡単に成功できたんですよ。でも、今になってて、たとえ、どんだけ頑張っても報われない時の方が多いんですよ。多くなってるんですね。今は昔ほどそんなに、ちょっとだけ頑張っていたら結構いい成果もらえるっていう時代でなくなってるんですよ。で、ソイスはね、昔、 こう人気になったのはたまたま運が良かっただけででめちゃくちゃ甘い思いをしてて <laughs> まあんだけのお金もらってるんで,で今底辺の庶民たちのみんなどんな暮らしをしてるのか全然分かんなくなってる天狗になってるっていうか浮いてるんですねさらに昔彼はねこのような動画も出してたことあるんですけれども万里朱苑っていうところに住んでた超金持ちの 坊ちゃんと一緒に動画を撮ってたとき、彼はね、めっちゃその金持ちの坊ちゃんに媚びを売ったんですね。えー、っていう動画見てて、みんながさらに腹に立ったんですね。この万ンリョっていうのをね、えー、前私、<laughs> どっかの動画の中でも紹介したことあるんですけれども、忘れちゃったんですね。ここでもう一度紹介します。 ワンリョ実はね、北京のとある高級、まあ、マンションのことですね。そこに住んでた人たち全員金持ち。<laughs> 超金持ちえ。一般の金持ちではない。超金持ちたちがそこに住んでて。昔ね、その、とある高校生、多分高一の男子、男の子がですね、自分がバスケをやってる動画上げてて、その時、えー、その動画のロケーション、現,現在地、 はね、だったんですねその人男性男の子全然顔も出してなかったんですけれどもみんなはねただあこの人ワンレオ主演に住んでて金持ちやなでこう一晩で多分フォロワー数160万も増えちゃいましたであまりにもたくさんの人に注目されててこの坊ちゃんがですねあこの坊ちゃんとさっき言った坊ちゃんは別人ですね別の人ですねこの坊ちゃんは あこれはね、ちょっと注目されすぎ。彼はね、その動画を削除したんですね。で、私今、高校1年生です。今、私にとって一番大事なのは勉強することです。えー、みんなからのこの注目は感謝してるんですけれども、うん、まあ、今後はね、まあ、勉強することは私にとって一大事ですからね、ってことを発信してたんですね。彼は自分のこういう勉強に集中したい。 ですけれどももちろんね、ワン・レオ・シュに住んでる他の人もいるんですね。他の坊ちゃんもいるんですね。で、その時もう一人のワン・レオ・に住んでた人はね、彼と違って、彼、顔も出してなかったんですね。もう一人はがっつり、<laughs> なんかライブ配信もしたし、がっつり自分の顔を出してたんですね。で、えー、その人は、この今回炎上してる山を植えている人とコラボ動画も撮ったんですよ。 で、コラボ動画を撮ってた時、山上は直接その坊ちゃんに、え、なんか、えお家今お手伝いさんいるもしいるとしたら私ってどう <laughs> っていうことも言ったんですね。で、みんなはね、山上は金持ち相手にめちゃくちゃ媚びを売ってて、一般人を相手に皮肉なことを言ってて、<laughs> こんなやつ超から立つ、まあみたいないろいろね、みんなのコメントがあったんですね。 そんで彼今回めちゃくちゃゃく炎上しましまたよ実はね前もちょっとこれと似たような事件はあったんですよ。それはですねリ・ジャーチっていう中国でライブコマースをやった人、まあ、中国ナンバーワンの人ですねライブコマースにおいては。えー、彼はねこうライブ配信で物を売ってた時 こう、見てくれてる人が言ってる。あ、これ高すぎ。で、その時、リジャーチが言ったのは、え <laughs> これ高すぎ。これはね、消費の問題ではないんですよ。あんた自身の問題じゃないあんたがお金持ってないから買えないんですよ。このものはいいものとか、みたいなことを言ったんですね。あなた今お金持ってないのは、自分で反省したらどうちゃんと仕事頑張ってんのちゃんと働いてんのでないとなんでお金、 ないの <laughs> みたいなことを言ったんですね。で、その時にジャッジめちゃくちゃみんなから叩かれましたよ。<laughs> みんなはですね。私たちのおかげでお前をこうライブコマース業界のナンバーワンにさせてたんですね。で、お前が私たちを皮肉言ってるお前どういう立場でそんなことを言えんのお前は時代の流れに乗っかってたまたまお前がナンバーワンになったんですよ。 なんで今高止まってんの、まあ、みたいなその時リジャーチもすでにたくさんの人から叩かれましたよでも今回ヤンマウエは同じミスを犯したんですね彼ね今後どうなるかどうかわかんないですけれどもやっぱりねその動画の中で結構みんなの痛いところに刺さったと思いますねでもともとみんな <laughs> イライラする気持ちのとこに発散したら いいかわかんなくなる中でこいつがね、まあ、まるでいや私がそのストレス発散のものになってもいいよみたいなことを言ってるような感じですねこれはね最近の時事ネタですねそして今からちょっと告知ですね私今週の土日土曜日からちょっと旅行に行くんですねいとこの妹さんの結婚式に行くんですよその資生所にあるんですね で、今週の土曜日に四川省に行って最初の何日かは披露宴に参加しててそこからちょっとだけ四川所で旅行するんですよだから多分これから10日間ぐらいあんまり動画投稿できなくなることになるんですね。 ちょっとね、事前にみんなに言いたいと思います。そして、実はね、最近私、投稿頻度結構上げてますね。それもですね、旅行のためなんですよ。旅行するんやったらお金使いますね。だから結構最近、再生数いまいちやから、数で <laughs>、ちょっとだけね、旅行代を、うん、ね。はい。まあ、ってことで多分ね、 結構の間、ちょっと休みになるんですよ、まあ。みんな元気でね。多分ね、サブチャの方で旅行の様子もあげると思うんですね。では、みんなまた次回でね。バイバイ。まあ、この10日間、ずっと動画あげないっていうわけではないんですね。多分、こう1個や2個の動画はあげると思いますね。前、私ね、その、短ア短編ドラマの動画出してたことあるんですけれども、 <laughs> でその時コメント欄ではなんか「晩、えー、中に出演してる俳優さんの情報も知りたい」ま「リフェイ」っていう俳優さんの情報を知りたい、えー、っていうコメント多分2個あったのかな多分この休み期間リフェイプラス他の、えー、短劇の俳優さんの情報を紹介する動画もあげたいと思うしで多分もう1個の動画 なんかね前コメント欄ではこのようなコメントあったんですね。そのコメントがですね「龍、え、愚、ー、人は結構自分はイケメンって思っててでも中国国内では結構たくさんの人が龍愚人ブスって言われててそれを聞いててびっくりしててで知りたいんです。中国国内でブス呼ばわり <laughs> されてる、えー、俳優さんや女優さんのことを知りたい。 っっていいううう前ねねこういうコメントあったんです、ね、私もそのコメント見ててちょっと面白いかもしれん。たぶん休みの期間この中国ではブス呼ばわりされてるけど実際はイケメン実際は美女の動画出すかなかもしれない <laughs>、まあ。ではまた次回でねバイバイ。